楽しい。あ、はい。それとは、ちょっと全然違う話なんですけど。何ですか？全然また違う話になっちゃうんですけど。何ですか何ですか？ロベさんなんか、はい、最近じゃないか、1ヶ月前ぐらいか。はい。なんか LINE で急に自炊したアピールしてきましたよね。どうしたんですかあれ。あれは一体どうしたんですか？あれはただなんかフレンチトーストが食べたくなって、はあ、でいつもの俺だったら、はあ、そのコンビニに行くわけじゃん、はあ、いつも俺だったらコンビニに買いに行くわけよ、はあ、いやただフレンチトーストって作れんのかなと思いまして、ほう、はあ、で調べてみたら結構簡単に作れるなと。うん、まあ浸して焼くだけ、ね、焼くだけ、うんうん、俺はちょっとやってみようと、うん、ほう、作ってみようと思って、ほう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 、作って支援に送った次第でございますよ。ほう、うん、なんで、うん、そうよ、なんで俺に、え、ん、なんで俺にで、な、何がなんで、なんでって何ですか、なんで俺にそれを送ったんですか。いや違う、だってなうちの飯事情を理解してるのは支援やから、うんうん、だからそれはこう支援作れたよっていうのを見せようって思って、なんですかその反応は。いや別にそれは、ね、何がいいな、うーん、そっか、何がいいな。いやでも偉いって思いましたよ。偉いなって。あはぁ、偉いなって思いましたよ。偉くないです。あんだけ飯作りたくない自炊嫌いやブワブワブワって言ってたロベさんがね、フレンチトーストをまさか作るとは。まああれらやってないんだやってないのか。まああれらやってないんだけど。最近の飯事情はどうなってんですか。ん、最近の飯事情はどうなってんですか。ん、最近のお飯事情はどうなってんですか。ん、ん、あ、食べてるよ。うん。食べてる。うん、食べてる。食べてる。食べてます、うん、食べてる。すごい食べてる。美味しく食べてる。うん、な、何、うん、何を。ああ、まあ、まあ、ご飯とか、まあ、パンとか、ラーメンとか、まあ、ちゃんと食生活は考えてやってますよ。前、うん、配信で卵ボール食ってませんでしょ。食ってましたね。食べてない。それもしかしてご飯だったんですか。そんなわけない。そんなわけないじゃないですか、うん、ああね、でも卵ボールって言うたらね、うん、卵ボールお菓子ですからね。お菓子なんかそれをご飯になんかするわけないでしょ、それは。うん、全然よ。前ラムネなんかご飯なんかにしてたとか言ってませんでしたっけ。いや、それはなんか、うん、まあなんかそのラムネって美味しいじゃん、やっぱ。うん、だたまーにこうラムネをこうつまんで、それはまあご飯とかじゃないけどね。うん、全然、まあご飯とかには全然してないよ。うん、食べただけ。ラムネを食べただけ。早くいろんなご時世柄終わってくんねえかな早く終わってくんねえかな。いや、まあ作りに行かなきゃな、まだ。影山くんや。影山くんや。何ですか。影山くんや。何ですか。食べてる。食べてますか。食べてる、まあ、ちゃんと。まあ別に無理にね、自炊しろとは言わないですよ。別に無理に自炊しろとは言わないですけど。うん。まあまたね、これはちょっと作りに行かなきゃなっていうのができましたね。うん、ああ、まあ全然余裕だけどね。